何があっても、でも結果的には良くなるで OK。 私と関わる全ての皆様の魂は愛に満ち溢れ、とても幸せというような言葉を毎日唱えています。まだ始めてから約1週間しか経っていません。私は親元を離れているのですが、お正月以来会っていない父にすごい偶然に会えました。しかも絶対会えそうもないような場所でです。もうびっくりで嬉しかったです。私はお金をたくさん持っていますって毎日つぶやいてたのですが、確かに金運が良くなってますよ。常にノルマ達成してる。これはやはりマーフィー様の効果かしら。私も似たようなこと唱えてます。眠りながら成功するに、神様私の富に対して感謝しますという文があるんだけど、マーフィー本には富って言葉がよく出てくるけど、なんか富って普段使わない言葉なのでピンとこないんだよね。皆さんは富で唱えてる人多いのでしょうか。富だとお金以外の豊かさも含まれてる語なのかな。私は今、神様私のお金に対して感謝しますって唱えてるんですけど、効果のほどは始めたばかりなのでまだです。全然マーフィーとは関係ないが、鏡隆二の魔法の杖とかいう本、結構面白い。本を持って簡単な質問をしてから開いたページに答えを見るというやつ。私も最近興味持ってよく立ち読みしてる。ここ最近のご託船は邪悪な影響が来ていますみたいなのが出て、邪悪ってなんだろうってビクビクしてたら風邪ひいたんだよね。それでなんだこれか、あははなんて笑いながらまた立ち読みしたら、問題はそんなに単純じゃありませんってのが出たよ。ビクビク。今日また立ち読みしたら、いい加減に変え、あなたを守ってくれる存在を裏切ってはいけないってのが出ました。知り合いにスポーツ選手のメンタルトレーナーがいるんですが、その人が言うには、呼吸して吐くときにイメージトレーニングしたり内言したりするといいらしいです。あと言葉を唱えるときは、あたかもテレビから流れる音声を聞くように執着せず、さりげなく唱えるのが基本とか、絶対〇〇するとか、私は〇〇しないというような極文&否定文も避けた方が良いそうです。すれ違いかもしれませんが、マーフィーを実行してる方の参考になればと思いまして。面白そう、試してみよう。マーフィー関連の本10冊以上あるんですが、実践法がよく理解できずにいました。しかしここのスレを知る、リンク先巡り、実践、効果出たすごい、となり、そして本を改めて読み直してみると、その内容が少し分かったような気持ちになりました。よかったね自分。自分は妄想癖があって片思いの女の子と会話している場面や、街で喧嘩を吹っかけられて相手をボコボコにしたり、そんなことを時間を忘れて妄想してしまいます。妄想しているときはその世界に没頭してしまいます。マーフィーの本はもう何年も前に読んだっきりですが、最近このスレやネット上の願望達成の術に興味を持ち始めました。妄想と潜在意識へ送るイメージの違いはどこにあるのでしょうか。今まさに起こっているかのような実感が伴うイメージをするって難しいよね。私はできる時あるけど持続できない。気がつくと最初イメージしようと思ってたこととかけ離れたことをイメージしてるし、難病の男の子が病気が治るように考えたイメージが、スターウォーズの舞台で自分が悪い病気と戦って勝つっていうイメージを繰り返して、本当に治った話があるけど、これも妄想に近いと思うんだけど、境が微妙。寝る前に5から10分くらいイメトレしてるのですが、想像力、妄想力、ありすぎるのか暗示にかかりやすいのか、イメージしてるとあまりに実感伴いすぎて怖くなる時があります。そこでイメージを意識的に遮断してしまったりするのですが、何も気にせず想像の世界に身を委ねてしまった方がいいのでしょうか。
もしのめり込んでしまい、軽くイメージすることが難しい状態になりやすいのでしたら、ご自身が望んでいる状態へ自分自身で導くためのノートを作ってみては、それ以外の用途には使わないことが大切です。簡単にイメージが膨らんでしまうのであれば、希望や願望をエゴを排除した文章にしてみるのもいいと思います。絵が上手な方であればイラストを添えてみたり、ただしご自身の意識に沈んでいるトラウマ等を整理しておくこともお忘れなく。マーフィーを知ってから随分気持ちが明るくなりました。でもどうも悪いことが頭をよぎるというか、そんなうまくいくわけないじゃないかって考えを払拭できないんですよ。どうしたら克服できるんでしょう。悪いこと考えそうな時は反射的に大丈夫にすり替えます。そのうち考え自体が楽観的になります。嫌なことがあった時も、でも結果的には良くなるとすぐに思い直すと、一面的にしか見られなかったことも違う面から見れば、可能性がないわけではないことや、むしろ幸福の前兆のように考えられたりします。固定観念がなくなり、考え方が広がってくるのです。潜在意識の力で綺麗になった人いますか？私本当に不細工なんですが、綺麗になりたくて、私は美しいと時々言ってみるんだけど、本当にこんなことで綺麗になるのかと、かえって虚しくなったりして続けられません。あなたが変わる口癖の魔術、言葉の心理学、生理学、佐藤富夫著という本の受け売りだけど、客観的に見て綺麗かどうかでなく、自分で自分は美人だと思えばいいんだよ。私って不細工と思いながら生きる人生と、私って綺麗だなと思う人生、どちらもあなたに選択権があります。遠慮なく後者を選んで生きてください。誰にも迷惑をかけるわけではありません。私も外見で悩んでいましたが、後ろ指を刺されるほどではないと思い込んで3ヶ月くらいで、初対面の人にも顔やスタイルを褒められるようになりました。土台はあまり変わりませんが、印象はガラッと変えられるみたいです。綺麗になったらやりたいことをすぐにでもやってみると効果あるかもしれません。私は背筋を伸ばして歩くことから始めて、憧れの髪型と服に挑戦しました。恥ずかしいなと思ったら言葉を思い出しました。褒められているうちに悩みが減ったし、綺麗な友達ができて客観的にアドバイスしてもらえるようになりましたよ。幸せのスタンプカードのようだ。短期間で願望が叶う人が続出。土曜日から始めました。可愛いこたつを安く手に入れると書いたら、妹と出かけた先で5000円くらいの白いこたつテーブルゲット。一人暮らしだから普段なら送料かけて送ってもらうけど、妹が一緒に運んでくれた。送料も浮いた。妹もノートもありがとう。あと気まずくなっていた彼氏から平日夜に電話があった。平日夜には絶対かけてこないのにとノートを見返したら、10月24日彼の仕事がうまくいって私も大喜びと書いていた。ノートすごい。自分の願いが叶ったらもちろん嬉しいけど、皆さんの叶ったという書き込み見るのも嬉しい。まだ叶わない人の前向き発言見ると元気が出る。みんなでハッピーになろうね。仕事帰りに去年別れた恋人にばったり遭遇した。今どうしているかとか他愛もない話と食事に行く約束をした。とうに縁が切れたと思っていたけど不思議だな。ありがとう手帳。ナンバーズ4ボックス当選したぞ。手帳に書いたその日のうちに買ったのが当たった。ありがとう手帳。おめでとう。自分も今狙ってるところだから、嬉しい気持ちがじんじん伝わってくるようだ。当選したら具体的なスキルアップにつながる使い道をはっきり決めている。だから当たってくれると本当に助かるし、何よりスキルアップできるのが嬉しいんだ。カモーン宝くじ当選。
くじを引いてグッズが当たるというやつで、エアモモセで欲しいものが当たってハッピーと念じたら一発で出せました。ちなみに100分の2の確率の商品だとさっき知りました。オークションでは金額が跳ね上がっててさらにびっくり。ゲットできてよかった。皆さんの願い事もたくさん叶いますように。手帳歴4ヶ月になります。ざっと振り返ると食べ物系やプチ収入が叶っています。ダイエットに関してもマイナス3キロスルッと落ちました。しかし宝くじ系はまだ叶ってないので引き続きお願いしようと思います。ずっと原因不明で目がかゆかったけど目のかゆみが消えました。すっきり爽快、ありがとうって書いたらいつの間にかかゆくなくなってた。かゆみとかいくないと思ってたけど書いても自分がよけりゃそれでいいってことも分かってなおハッピー。臨時収入きた。初の万単位です。手に入る額がだんだん大きくなってきたよ。やっぱり小さな願いをたくさん集めると大きな願いになるんだね。幸せのスタンプカードのようだ。最近このスレ見て始めてみた。半信半疑でランプレがスラスラ解けるって書いたら何回も間違えて解けなかった問題がすんなり解けた。その後も順調。別に今後幸せになるような願いじゃないけど嬉しいもんですね。書いてる時もなんとなく幸せな気分になるし、ありがとうございます。ずっと前に美味しいアンドーナッツ食べたいと書いて、その後自分で購入して満足したと書き込んだのですが、つい先日製パンの見習いの人が作ったアンドーナッツをたくさんいただき、それがまた美味しかったので忘れた頃に百瀬でラッキーでした。あとイカ娘のくじ欲しいものゲットできて超ラッキーです。これからもう一度チャレンジしに行ってきます。前に見た書き込みの真似して、いつでも財布にお金がたくさん入っているって手帳に書いてみた。そしたら買い物に行っても購買意欲が湧かず、何も買わずに帰るようになってしまった。手帳さんよ、違うんだ、違うんだよ、わら。でも手帳を開いて叶った印がたくさんあると嬉しいね。自分は叶ったものにはマーカーで線を引くんだけど、見開きのページがマーカーだらけになってるとテンション上がる。前の書き込みにもあったけど、私のお財布はお札でぎっしりっていうのはこれいいなと私も思って早速書き込んだよ。母に5000円の買い物して1万渡してお釣りが全部1000円5枚で返ってきたけどね。思わぬ宅急便が届いて幸せ気分になるって書いたら、次の日大学時代の友人からプレゼントが。誕生日でもないのに。昨日もう一回思わぬ宅急便、中身はプレゼントの当選品って書いたら、今日ダノンビオからヨーグルトとエコバッグが届いた。次の日来るってすごい。本は読んでなくてここだけロムってやってみてる。親の病気は回復に向かい部屋のすっかり片付くは、自分の部屋じゃない部屋が綺麗にとか、これはあれのことかなというふうに小さく叶ってたりする。一番どうにかしてほしいことはまだだけど、羅列してるの見ると必死な自分が見えてくる。小さいことが叶うと変なプレッシャーやネガな気持ちもなくなって楽しい。望まないものは一切書かないというのを読み返したら書いてたからうっかり。夏頃に猫が元気になるって手帳にお願いしたものです。あれから治療法が見つかって症状は治まり、思っていたよりも長生きしてくれそうです。ありがたいことです。また治療法が見つかったのがちょうど私の誕生日で、誕生日に嬉しいプレゼントをもらった。幸せという願いが叶ったのかなと思います。命のプレゼントは予想外でした。よかったね。猫ちゃんがいつまでも元気で健やかでありますように。初めて5日の新参です。お願い事30個くらい一気に書いたけど、もう3つ叶いました。温泉でゆっくりして疲れを癒す、しかもタダでって書いたら、次の日に母親が10月末期限の券が余ったからって日帰り温泉の無料券くれて、今日行くことができたり、エビフライ食べるって書いたら、
妹がバイト先のデパ地下で余ったエビフライもらってきたり。小さいことだけど叶うと嬉しいしびっくりしますね。恋愛もこの調子で叶うといいな。つきたい職があって手帳にも書いてるけど、こちらはこちらで興味深い別分野の仕事に今面接までこぎつけてる。それと半年前にどうしても正社員雇用にこぎつけず、もともとフリー狙いだったのもあって、待遇の願いとか線引いて消した。よければ意見を聞かせてください。1、面接受けるところに即決って書いたら矛盾。2、消した待遇をもう一度書くのは虫が良すぎ、目先の欲にとらわれてる。私なら待遇の願いは復活させて、プラス自分に合った仕事ができる会社に即決で採用されたみたいに書くかな。面接受けるところがあなたに合ってるとは限らないし、合ってる可能性ももちろんある。すべて叶う、俺ハッピーなハイテンションで書こう。障害や限界を考えない願い事の書き方6つのコツ。願い事手帳のこと、最近知ったんですが、似たようなので日記に過去形で願い事を書いてました。私の場合、他人のために願うことはなぜか叶いやすかったです。弟の手術費用など切迫詰まった状況で願ったことだからというのもあるかもしれないですが、自分に関係したことでは、眼鏡がなくてもはっきり見えるようになったと書いたら、翌日眼鏡を壊してしまい、レンズもお釈迦になったので急遽コンタクトにする羽目になりました。結果的には新しい眼鏡、可愛いフレームのが欲しかったと、眼鏡なしでもはっきり見えるようになったのでよかったのですが、出費が空いたたた、具体的に願うべきだと痛感しました。あなたの願い事叶えてあげるよと表紙に印刷されたメルヘンな日記帳に願いを書いてる。嬉しい臨時収入がたびたび手に入ると書いたら、ついさっき親が5万円をくれた。給料が出たら返さなきゃいけないけれど、転職直後で貯金も底をついていたから助かる。本当の預金口座は宇宙にあって、必要な分を絶妙なタイミングで誰かが引き出して手元に届けてくれているのだと思うと、なんだか楽しい。ありがとう。そしてありがとう。叶う時期、叶わない時期があって、叶う時にはポポポンと 2,3 個叶うね。叶わない時は花で例えたらまだつぼみかなと思って咲くの、叶うのを楽しみにしてると幸せだよ。昨日思わぬ臨時収入があるって書いたんだけど、さっき買い物に行ってくじを引いたらお店の商品券500円当たった。一応これも臨時収入。このくじ、いつ引いても粗品しか当たったことがなかったから、金額よりも叶ったことが嬉しい。内勤の営業職なので座ってるだけなのに、どんどん仕事が舞い込んでくると書いた。見事に叶って、どんどん仕事は入ってきて、売上も記録更新したけど、入ってきすぎて軽くパニック状態。ここ2ヶ月毎日23時まで残業している。ゴールはまだ見えない。何が欲しくて何がしたいかあまり浮かんでこなかった時に、今日も楽しいです、ありがとうと書いてみたら、特に何がどうのってわけじゃないけど、なんとなく楽しい。願い事手帳に書いたことが同時に叶ったのでびっくり。そば好きなんで、美味しいそばを食べられると書き、別の日に割引券や招待券をもらうと書いた。ランチにしてはいいお値段で上品なおそば屋さんで堪能。満足して帰ろうとしたら、お隣に座った上品な奥様に翌日までしか使えないからと割引券をいただいた。その他にも数週間から1ヶ月後に叶うことが多いような気がする。書き方に関してマイナスの言葉がって気になってる人もいるようだけど、その人がその文章を読んでどう思うかが問題としか思えないよ。書いてみて、ハッピーラッキーワクテカ最高、私ってすごい、ニヤニヤとなりゃいいんだよ。
書いて二度と書き直せないわけじゃないし、損するわけでもないし、気楽に行こうよ。考えるより感じろ。俺の今週叶った願い、美味しいグラタンを食べる。自画自賛だけど夕飯のグラタン超美味しかった。パンツが安く買える。強力粉が安く手に入る。美味しいバームクーヘンを食べる。パイナップルを美味しくいただく。食べ物の叶う率すごい。明日も明後日も来週もいっぱい叶う。今日初めて手帳に願い事を書いてみました。〇〇と言ってもらえる、〇〇に連れて行ってもらえる。こういうのはどういう書き方が望ましいでしょうか？そのまま書いてもいいと思うけど、受け身になるのに抵抗があるのかな。なぜか〇〇と言ってもらえる。ひょんなことから〇〇に連れて行ってもらえる、〇〇に行くではダメなのかなという感じで、文の頭に何かつけてみては？受け身になる書き方はダメなのかと勝手に思い込んでいました。アドバイスいただいたみたいに文頭に何かつけてみようかと思います。いや、それにしても願い事を書いてると楽しくて幸せな気持ちになれますね。100近く願い事を書いていました。本は持っていないからわからないんだけど、 NG ワードはあっても問題に焦点を当てること自体は禁止なのかな。気にしないで書いて、それでも叶った人のレスもあるし。本を読み返してみましたが、問題に焦点当てることは特に禁止されてないですよ。本の中には具体的な例文は少ないけど、その中で問題点が明記されていると思われる文がありました。すぐに割れてしまわない、いつでも綺麗な爪になる。問題そのものに焦点を当てるよりは、問題が解決した、願い事が叶った、結果こうなるという部分をきちんと書けばいいのではないかな。問題そのものが NG ワードになるということはなくて、具体的に願い事が叶った状態をイメージしやすい言葉にする方がいいみたいです。参考になるか分かりませんが、58ページから書かれている願い事の書き方6つのコツを記載しておきます。 1. トゥードゥーリストにせず棚ぼた式に書く。 2. 障害や限界を考えずに書く。 3. 分かりやすく具体的に書く。 4. 自分がすでに持っているものも有効利用する。5. 努力を必要とする願いは楽しいこととセットで書く。 6. 周りの人のこともいっぱい書いてみる。本にはそれぞれの項目について例文や詳しい説明がありますので、気になるなら本を読まれてみてはどうでしょうか。今すごくお金がないんだけど、そのことに集中してしまって自分で引き寄せてるんだろうなって思うんだけど、支払いが心配でどうしても意識を手放せないでいる。手帳には生活が安定するとか、経済的に不安なく過ごせるようになるとか結構いっぱい書いてるんだけど、あ、不安がなくなるとかも書いてみよう。気がついたらいつも気持ちが安らかになっていたとか、どうだろう、気持ちが落ち着いていたでもか。不安って言葉は望まないものに含まれないのかな。私もすごく不安に襲われて読み返したら、その願望に対することにそれ使ってた。気分よく支払いを済ませてるとか、気持ちよく生活できるだけのお金を手にしてるはどうだろう。早速優しいレスありがとう。そうか、不安っていう単語そのものがすでにマイナスの言葉だもんね。気づかずにいっぱい書いてしまってた。なんかハッとした。あなたに似ている人、引き寄せの法則のまとめで読んだよ。超ネガ思考で願望実現、諸刃の剣ってやつ。私も全然お金の願い叶わなかった。父のギャンブル癖がひどくて債務整理までして、どう生きの根をとまで考えたわら。不安で心休まらないし、願いは叶わないし、自己嫌悪でワクワクなんてできなかった。で、お金が入ってくるというのは諦めて、少しでもお金が残るような願いに変更した。夕飯のおかずが手に入るとか、お米が半額で手に入るとか、塵も積もれば山となる。ようやく臨時収入が手に入るようになった。
ちなみに手帳を始めて8ヶ月目です。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。